第5位はシュノーケルでございます。はい、このシュノーケルはね、持ってる人、特に中学生以上は持ってるんだけど、中学生以下、小学生の選手が持ってないっていう人が多いんで、第5位になりました。あのシュノーケルはね、マジであった方がいいよ。うん、特にフリーはいるね。うん、フリー絶対にいる。バックは絶対にいらん。で、バッタとブレに関しては、微妙だな。バッタはいるって人いるけど、まあ、基本フリー泳ぐって人はシュノーケルこれあった方がいいね。うん、ずーっと頭固定しながらパーって泳げるんで、呼吸のこの動作が入らないよね。自分のフォームにめちゃくちゃ集中できます。シュノーケルは僕持ってるんですけど、非常に現役の時はお世話になってました。結構毎日使ってましたね、ドリル練習の時にね。うん、でシュノーケルって結構高いんですよ。うん、1個6000円とか7000円とかするやつあるんですけど、アマゾンで見ると、あの、競泳用のシュノーケルでめっちゃ安いやつあるんで、それも正直僕はどっちも使ってました。高校生の時は高い結構ガッチリしたやつ使ってましたけども、大学生になってからは安い1000円ぐらいのやつを使ってましたけども、どっちもあんま変わらん。うん、から別に安いやつでもいいと思う。で、シュノーケルは使いこなすまでが難しい。浮き上がって、このシュノーケルの中に入ってる水を、ふってこう、ポンって抜く。これができるようになるまでが結構時間かかるんだけど、これができるようになったらシュノーケルマジ楽しいし、シュノーケルはマジで持ってへん人はおすすめします。フリーでめちゃくちゃ便利です。第4位は、ボトルです。はい。このボトル、この形のボトル、これめっちゃ便利よ。これ持ってる人いるよね。僕も、ずっと使ったわけじゃないけど、結構これは頻繁に使ってました。はい。これが便利なところは、普通のペットボトルの場合って、こう、キュッキュッて開けて、飲んで、また閉じてっていう作業があるんで、短いレストの時に、ショートサークルの時とかに、あんま飲めないんですよ。飲む時間がない。最低多分10秒はいるんですけど、飲むのに。ただ、このスクイーズボトルは、とりあえず、この、ここの、口のところを、口でカッて開けて、ガッて開けて、パッて置くだけなんで、正直3秒あれば飲めるんですよね。だから結構少ない時間でやって飲んでパッと置けるんで、とてつもなくこれ便利です。はい。ボトルはね、正直買わなくても僕は、インターハイかな?インターハイの時の参加賞とかでもらったんで、それを使ってましたけども、これのめんどくさいところは、このボトルって洗うんがマジでめんどくさいんですよ。この口のところとかが、結構パーツが細かいし多いんで、洗うのが非常にめんどくさい。これだけが非常にネック。もう本当にカビまくって、使えなくなるやつが頻繁に出てきます。なのでしっかりと洗うようにはしといてください。第3位はフィンです。はい。フィンはマジでみんな持ってるよね。フィン持ってない人あんま見たことないわ。うん。フィン使ったことないって人も見たことないし、まあ、基本選手コース入ったらフィンは買わされるし、持ってるって人多いよね。で、僕らの時代の時は、僕らが小学生の時は、こんな長いフィン使ってましたけど、最近の選手のフィン、まあ僕も使ってましたけど、こう短いフィンを使うことが多いですよね。やっぱね、でかいフィンってね、マジでね、合宿の時とか持っていく時に、めっちゃもうでかいから、荷物になるんですけど、ちっちゃいやつは、あんまり幅取らへんからいいよね。あれめちゃくちゃいいです。ただ、結構ね、重さ自体はあんま変わらへんのよね。大きいやつも、小さいやつも、重さ自体は結構あるんで、それは結構めんどくさいですね。あと、フィンのせいで、フィンズレ、靴ズレみたいに、フィンのズレで、かかとを負傷する人が多いんで、そういう人は靴下をその下に履いて、フィンを履いて泳ぐっていう人が結構いましたね。僕はフィンズレやったことないんですけども、フィンはね、本当に楽しいからいいですよね。本当に大好きです。第2位はパドルです。はい。パドルもね、本当に買わされるし、絶対みんな持ってる。俺も多分、本当に、パドルが一番使ってますね。練習の中で。うん。ぐらいパドルは使ってます。パドルプルでも使うし、パドル V でも、パドルスイムでも使うしね。フィンパドルも使うしね。パドルは本当お世話になりますね。で、言ってパドルって言っても、種類がめちゃくちゃあるんですよ。多分みんながイメージしてるパドルっていうのは、こういうね、ストロークメーカーだね。ストロークメーカー、赤、緑、黄色。僕は最後の方は黄色使ってましたけども、でかさによってね、色が変わるんですよね。うん。赤が一番ちっちゃいんかな。で、青が一番ちっちゃいかな。
赤が、もう俺が使ってたのは赤が一番ちっちゃくて、緑が次が大きくて、一番大きいのは黄色っていう風に使ってましたけども、まあ、これはね、パドルは本当に使いますよね。他にもパドルって実はピーナッツパドルであったりとか、フィンガーパドルであったり、パドルってめっちゃくちゃ種類あるんですけども、とりあえずみんな持ってるストロークメーカーっていうあのパドルっていうのはみんな持ってますよね。フィンガーパドルも僕持ってました。ただ、ピーナッツパドルを自力で持ってるっていう人は見たことなかったね。うん、あんまりそれはいないですね。番外編、番外編はビート版です。はい。ビート版って持ってる人見たことないんですけど、見たことあります？たまにいるか。あの、ほんまにこのサイズの大きいビート版を持ってる人っていうのが僕、まあ、たまに見ますけど、合宿とかに持ってくる人いますけど、あれ持ってる人あんまいないっすよね、ビート版持ってる人。どこで買うのあれ。てか、ビート版なんか、だいたいスクールとかプール行ったら絶対あるから、それ使えばいいんですけど、たまにいますよね。ビート版を。自力で、自分のビート版、マイビート版を持ってるやつ。あれいいですよね。ビート版って結構ね、スクールのやつとかってしょぼくて、あんまり浮力がないとかあるんですけども、マイビート版を持ってると、絶対にその、傷も汚れもつきにくいし、で、結構ちゃんと浮力もあるやつも使えるしってことで、あれ羨ましいですよね。僕もマイビート版はちょっと欲しいんですが、ちょっとなかなか手が出ませんね。使う機会があんまないから。第1位は、プル V です。はい。もう当たり前だね。もうプル V 持ってへんスイマーはいません。マジで。これは本当にそう。第1位です。プル V っていうのは、本当にね、全員が使う。最近のプル V、まあ最近って言ってもまあ、ここ10年、20年ぐらいか、は、ビート版にもなるんですよ。ビート版にもなるし、プル V にもなるんで、これ1個あれば、とりあえずキックの練習も、プルの練習も、どっちもできるっていう優れものでございます。これは本当に非常にいいですね。僕もこのプル V は何個持ってるかな。今家に2個ぐらいありますけど、うん、本当にね、めちゃくちゃ使いやすい。で、プル V っていうのは本当に何でも落書きもできるし、自分の色が出せますから、めちゃくちゃいいですよね。しかも会社によってね、アリーナ、スピード、いろんな会社ありますけども、いろんな会社によって若干だけなんか特徴があったりするんだよね。だからそれによって自分の好きな、はい、プル V、形のプル V を選ぶこともできますし、本当にプル V は最高でございます。はい、今回以上でございました。皆さんいかがでしょうか。特に1位のプル V はさすがに全員持ってると思う。このランキングの順番に持ってる人が少なくなっていくっていう感じだと僕は思うんですが、どうでしょうか。ちなみに僕が現役の時はこれ全部持ってましたね。ビート版以外は全部持ってました。はい、それぐらいこれは自分で買いましたね。自分でちゃんとお金払って買って使っておりました。はい。特にシュノーケルは持ってない人多いと思うんですが、皆さんぜひともこれを本当に、特にフリー専門はマジで買ってほしいです。はい。では、今回は以上になります。よいしょ。